はい、それでは次に威力の面ではどうでしょうか。はい、最初肩と腰を思いっきり入れて、まあ、これボクシングのフォームも結構です。はい、これで打ちます。はい、じゃあ次は今度は正面を向けた時に決まる、まあ、基本のような突きですね。はい、こちらの方が少々重くなります。はい、それでは最後に腰を全く入れない突きでやってみるとどうでしょうか。はい、威力の面でも腰を入れない突きが一番強いということがわかると思います。